はい、どうも、みそでです、続きですね、やっていきたいと思います。あそこに向かっていくようですね。前回まではですね、あんまり覚えてないですね。上かな。もっと気をつけないと、しまいには。上じゃないのか。下か。次の建築家の座につけるかもな。前回どうなったかな。そうだそうだ、修道院ですかね、あそこは教会かなに行って、なんか分かってそうなおばあさんと話をしましたね。その実分かってないかもしれないんですけども、スプロケ？覗く？ああ。認識医師ならこんな仕事は受けないのか。おお、いるじゃんいるじゃん。バカげた仕事だ。いるね。交代時間になったら起こしてくれ。どうすりゃいいんだ？覗いてるね。もう疲れた。どうすりゃいいんだこれは。下から回っていくのか。なんか道具だ道具。ドラえもん。特に何もないんだな。何か食べたい。目が合ってる気がするんだがな。凍えそうだ。あ、そうか。闇の中では消えれる能力を持っているのか。そうだ。主人より犬の方が厄介かもしれない。なるほど。首が痛い。ではまず、おっと、おこんな時間か。すごいな犬。どうすりゃいいんだ。犬をやっちまうか。今夜こそ寝られそうだ。あの火はウォーターアローで消せるのかな。やってみようか。ウォーターアロー、よし、あれ、ダメか。ダメだダメだ。
おっと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 。夜は寒いぞ。誰と見したか。私だ。つけやがった。来やがったぞ。ないな。夢でも見たのか。今も俺を見張ってるんだ。どこに行きゃいいんだ。上から行った方がいいかな。違うの？あ、間違えた。誰がやったんだ。俺も聞こえた気がする。誰かいるなら見えるところに出てこい。でも見たのかな。どうしよう。何もないよ。登ってみるか。コーヒーが飲みたい。あ、向こうに行くにはドアがあるね。苦しい時代だ。どこかから登れるのかな。一回下降りてみようか。腹減ったな。力いけるのかな。あ、なんかあるよ。レンチ。あったかいコーヒーが飲みたい。なんだってんだ。レンチか。しっかり眠らなければ。おやつにはお返事してもらおう。眠らせていこうか。これ邪魔だな。これバレた厄介だな。こっちから投げちゃ死んじゃうね。殺すのは美学に反するわけだから。なんか持ち物であるかな。犬を燃やす？ダメだな。ガラス瓶。
人か。どうしたもんだ。何もかも終わってくれるだろう。あいつは寝てるのか。やつが犬の方に行った隙にだ。こいつは眠らそう。眠らせてコーヒー豆を食えるか。さっと戻ると。おっとバレちまったよ。 L1 と左スティックで攻撃を交わすことになる。なるほど。痛い。いや難しい、これ戦闘はダメだな。どうしたものか。何が正解なんだろうね。そもそもね、弓を打つのをキャンセルしたい時ってどうするんだって感じですけどね。これ上からとか意外といけるんじゃないの。いけないか。考えてもみろ、これを全て捨てるなって。いけないか。苦しい時代だ。あの道はなんだ。何か腹に入れないと。ロープもどういう意味があるんだろうな。上に来たってどうにもならないな。苦しい時代だ。まずこいつを眠らそう。あ、弓打ってきた。何かがおかしい気がする。どうすんだよ。これ失敗したらレンチを取りに行こうね。そうしよう。これどうやってつかめないのか。なんだか首が痛い。どっから行きゃいいんだ。
次の建築家を見つけるかもな。うん、近いなお前。背中が痛い。あ、バレてる、バレてる。やつはここから消えた。どうすりゃいいんだよ、もう。撃っちゃうよ。ヘッドショット。これでいいのか。何がずっと戦ってるよ。ようやく静かになったな。ゲームの趣旨が変わってしまったね。あ、これちょっと待ってね。これがあったらもう最強なんじゃないの、これ。撃っちゃダメなのか。じゃあもうあと一人だな。あ、もういない？いないか。あの音はなんだ？いるじゃん。何もなかったな。まだこの辺りにいるはずだ。よろしい。これでもうクリアか。もう堂々と言ってやろう。もう犬が何だってんだ。主人より犬の方が厄介かもしれない。吠えろ吠えろ、助けを呼ぶんだ。ほら、助けを呼ぶんだ。ほい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 。よし、行こう。これはこういうゲームだ。よし、堂々と入ろう。あー、こっから来れたわけなのね。なるほどね、そりゃ楽だな。エンチがいるな。誰もいないな。ギャレット。エリー。なんだ。幻覚か。何これ。あ、花。これが花か。
なら使っておこう。違うな。花。花、どれだ花。あ、これか。ちょ、これの操作の仕方難しいんだ。これか。よし。体力もないんだな。体力まずいな。よし。目的地はここか。なんだ。ああ、はいはいはい。あれ、あれ、こういう視点できるの。あ、次初めて知った。これどうやってやったんだ。どうやってやったんだこれ。おっちょおっどこ行くの。どこ行くよ。向こうにジャンプ。よしよしよし。あなた方も手厚く扱ってくださいますよね。丁重に。ああもちろんだ。荷車を置いたらとっととオンボロ小屋に帰れ。ここまででいい。あ、さっきはたまたまああいう風に視点が変わるのか。おっとセーブポイントだぜ。どうせレンチだろ。違うの。どうやって入るんだ。どうやって行くんだ。登れよ。よしよしよし。ここにしまったはずなんだが、くそ、暗くて探せやしない。マネキン、探してるのは死体だ。これじゃない。少なくとも死人は列を乱さない。死体の運搬先？暗いな。クリアだ。開けられない。うんうん、でも物があるだけか、ここは。他は特にないか。こんなもんかな。こんなもんだな。ちょっと音楽の気味が悪いんだけど、これは。何かある。食料か。いいね。やだな。ああもうこういうゲームやだな。本当。くしょ。
気持ち悪い。あ、なんか誰かいるね。やっちまうか。個人の尊厳など存在しないか。コーネリアスもこの中にいるのだろう。死体を探すには死体と一緒に行くしかないな。組み立てライン。二人で上にもう一人いるな。三人か。よろしい。いやもうよろしい。これどうやって解除するんだろう。だかな。あ、バツか。よしよし。どうするよ、どうするよ。どっちから行く？あ、もう一人いるね、下にも。もっと気をつけないと、しまいには。こっち来てるよ。全部死体か。やめてくれよ、もパーツ、よし。そう、玉切れじゃないか。これはなんだ？撃ってみようか。あんま食らってないぞ、これは。きっと今も俺を見張ってるんだ。見てるよ。これゲームの趣旨違うわ。
ああ、なるほどね。これは組み立てラインなわけね。とてもまともとは思えんな。バーチあたりのことを。このゲーム嫌なんだけど。領地の視界を打つように。そろそろ降りよう。バトになるのはごめんだ。じっとしてろよ。え、俺にも何か見えたぞ。グルーム病のせいじゃないといいが。え、あれで打つ気だったの。あ、これ踏んだらまずそう。体調が悪くてな。よし。よし。声が聞こえるんだが。あー、嫌だこのゲーム。ほんと暗い。今度は何だ。あれ、あのとこに何かあるね。なんか落ちてきてる。どうだ、完璧だろう。よしよし。次どっちに行けばいいんだ。行こうか。ベンチか。あ、どこに行けばいいんだ。誰かいるな。情報がまだマジだ。匂いがひどすぎる。なるほど、これスイッチを起動させるのに使うのか。そんなもので人に撃ってたのか。これ違うな。あ、なるほど。こういう時にだね。あ、何なんだ。まずいな、調べよう。で、来るだろ。で、ここで来るだろ。あとあと、いるね。あ、やったやつを見つけてやる。やられてたまるか。
っくり返。見せたいものがあるんだ。どこにいる？なんだよ。よし、こういうゲームは好きだぞ。あ、向こうに行ったね。おい、出てこい。私が誰か知ってぞ。やるよ。どこに行けって言うんだ。やられちまった。